トセイヤソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いを振り返るのかお選びなさい。大いなる戦いがここから始まったのです。あなたは負けることはない。私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うためにゴールドセイントの立ちはだかる12の級を突破せよ。急げアテナのセイントたち。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥キドミツマサに全てを託して息を引き取るのだ。そして13年の時が流れ、アテナの化身は三つ政に育てられキドサオリとして成長する。時を同じく三つ政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、サオリのもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくためサンクチュアリへと乗り込んだのだった。
がそこに教皇の差し向けた刺客、シルバーセインとサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物、教皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。急ぎ、アテナのセイントたち。教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第一の宮、白陵宮を守護するゴールドセイントは、かつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陵宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが、先を急がせてくれないか。待ちなさい。あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手ではありません。この白陽宮にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、聖夜。わかった、すまないなムー、よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。聞き、聖夜たちにクロス。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとうムー。
ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイントは。君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか、それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感。セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し、爆発させた者が勝つのです。第二の宮、金融宮を守るのはセイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。死竜たちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているの。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。このやつか、まさしくやつは黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。このままでも十分お前を倒せる。ユースメイケン、これだけか。ペガサス、ユースメイケン、言ったはずだ。この金牛球は父さん。これだけか。ペガサス、どうなっているんだ。奴は構えてもいないって言うのに。しまった。ペガサス、あの腕組みがすでに攻撃対象になっている。まるで剣法の見合い切りだ。ユースメイケン、しまった。ペガサス、流星剣、しまった。ペガサス、流星剣。ブロンズのくせに生意気な。焦っているのかい。ペガサス、アルデバラン、
ゆずれてる。しまった。ペガサス、ゆずれてる。それだけか。ユースレーテン、メイル、ウィナー、ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。これが俺の実力だ。ゴールドセイントとの力の差だ。ここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後、その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。うん、それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣など抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられ。聖夜の剣がビッグバンを起こすと。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。その黄金の角、へし折ってやる。おい聖夜、一気に葬ってくれるぞ。はいと。くらえ。俺のこの黄金の角をへし折るだと。それだけか。もしそんな奇跡的なことができたら、それはあっさりと敗北を認めてくれるわ。しまった。勝機が見えてきたぜ。やろアルデバラン。せいや、俺のお前を動かせたぐらいでいい気になるなよ。それだけか。まさか奴の体の感覚が著しく衰えたことによってコスモが増大したのか。始めたというのはこれだけか。ペガサス、ユースレイ君。
しまった食らえ！しまった！パーフェクト！ウィナー！ゴールドセイントの強大さを知ったぜ！これが俺の実力だ！聖夜のコスモが大きくなっている。傷つき倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれない。聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだ、アルデバラン。約束通りその角もらった。何？どうだ、アルデバラン。約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ、潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ、聖夜。このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい、聖夜。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。仲間たちと共に第三の宮、掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン。その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のないやつなんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除球の迷路は奴が作り出した幻影のはずだ。
つまり奴を倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待って、ヒョウガ。どけシュン、時間がない。金牛宮では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞジェミニ、ティグナスの剣を受けてみろ。このキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。この掃除球がお前の死に場所となるぞ。はいと。ヒョウガ、落ち着いて。このジェミニの戦士はどこかおかしい。心配するな。敵がどんな小細工をしてこようとも、俺のコスモで全て凍りつかせてみせる。ダイヤモンド！まるで攻撃が奴の体を素通りしていっているようだ。いや、そんなことがあるものか。その程度か。オーロラサンダーアタック、アナザーディメンション。まさかこいつも幻影なのか。しかし奴の攻撃は本物だ。やらなければこちらがやられる。ダスト、アナザーディメンション。ダイヤモンド、ダスト。ダイヤモンド、ダスト。
アナザーディメンション。ダイヤモンドダスト。ダイヤモンドダスト。アナザーディメンション。ダイヤモンドダスト。いかにお前が強大でもこれだけの闘気を放てばただでは済むまい。受けてみろ、このキグナスの最大の技を。その程度か。最大の技にこそ最大の隙が生まれるぞ。ダイヤモンド、その時が貴様の最大のディメンション、うん、ウィナー一元をさまよい続けるのに。氷河、氷河、どうしたのです？諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたは希望、この地上に生きる全ての人たちに。この氷河に敗北があると思うか。ファイト。くそ、ダイヤモンド。愚かだ、無駄だと言うのがまだ分からぬようだ。まるで友達の奴の顔が素通りしていっているようだ。いや、そんなことがあるものか。まさか、くらえ、こいつも幻影なのか。しかし奴の攻撃は本物だ。やらなければこちらがやられる。オーロラサンダー、アナザーディメンション、アタック。いかにお前が強大でもこれだけの闘気を放てばただでは済むまい。受けてみろ、このキグナスの最大の技。最大の技にこそ最大の隙が生まれるもの。その時ダイヤモンドダスト。ダイヤモンドダスト。カリスオ、前、白鳥よ。ダイヤモンドダスト。パーフェクト、凍りつく。ウィナー、どうだ、キグナスの闘気は身に染みたか。同票がいくら集まってもセイントには無力。ヒョウガ、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりだな。キグナスは異次元の彼方へ消え去った。次はお前の番だ。
アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのは誤算であった。残すお前は必ず仕留めてみせよ。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。僕のチェーンが戸惑うとは。このジェミニの迷宮を永久にさまようがよい。ファイト。アナザーリベンジ。僕のネビュラチェーン、どうしてしまったんだ。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。さっきの氷河の剣が通用しなかったのもおかしい。無駄だよ。ここだ。アナザーリベンジ。僕は本当は誰も傷つけたくない。だけど、アテナのためにお前を倒す。忙しく挑戦的なコスモ、私の集中を生み出した。一体何を。兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。僕たちの目の前にいるセイントは存在しないのか。ならば掃除球の不可解な迷路も存在しない。すべて計画。ここだ。ラストはなんて強靭なんだ。ってこんなとこで負けるわけにはいかないんだ。僕を甘く見ないことだ。無駄だよ。そんな攻撃ではウィナー。ジェミニー、咽頭葉の悲しみを感じる。僕の力だとこんなものかな。どこに隠れていようとも、僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。異次元空間を超えて、この私の体に直接攻撃してくると
幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントは、ここには存在しなかったんだ。それにしても、氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、どこかに戻ってきているはずだ。第4の宮、巨海宮へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで二人は、壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという。異様な光景を目にする。それはカニ座キャンサーのゴールドセイント、デスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海宮に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海宮を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこの紫龍、全力を込めてお前を倒す。いいだろう紫龍、お前とは五郎法での因縁があったな。今日こそあの世へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ石式冥界派。なんだこれは。うわお前を倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五郎法での決着を今つけてくれるわ。はいっと。目が見える。石式なのか。紫龍よ、これから貴様を確実に死の国へ叩き下ろしてやるぞ。よいしょ。ふびゃー、野山昇竜派。
助けることはできん。ここで死ぬのだからな。なんだ、あの遠くに見える人影が、あの後ろ姿はもしかして氷河なのか。向こうに行ってはいけません。あの人たちが行こうとしている場所は富士の国。この声は総領城か。取り式の方で、優勝。しかし、どうすればここから脱出できるのか。耳を澄ますのです、シリ。あなたを救おうとする者の声を。シリュー、シリュー、神様、どうかシリューをお守りください。ノザン昇竜だ。シリュー、シリュー、ノザン昇竜派。ノザン昇竜派。ロザン昇竜派。ゲームオーバー。ウィナー。この最強の剣と盾の前に敵はない。こんなことでは竜の名折れだ。神様、どうか紫龍をお守りください。お願いします。紫龍を。誰かが紫龍の魂を石室から呼び戻している。これは御老法。そこか、うせろ小娘。よせ、デスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何、バカな。シルからゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは、一体今や俺の地一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜の逆鱗に触れたのだ。
いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うぴゃー！バカな、キャンサーのゴールドクロスが。全て俺から離れただと？おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど。この紫竜の誇りが許さない。これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。マスク、お前はこの紫竜の逆鱗に触れたのだ。俺様をなめるなよ。はいと。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだ。ロザン勝利コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。ロザン昇竜コスモは確かだ。まだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を殺す真のセイントならたとえ一瞬でも俺のコスモはゴールドセイントの息まで高められるはずだ。優勝。この死の国で赤色冥界派を喰らい続けると、おそらく魂はズタズタになり、見知らぬ次元に飛散し、未来永劫を現世に転生することもあるまい。ロザン！はい、紫竜。優勝！魂を引き裂いてやるぞ。ロザン昇竜派！やっばー！ロザン昇竜派！この強大なコスモは、俺の竜の血が、お前を倒すために沸騰しているのだ。式のことで。せや！ロザン昇竜派！ふっ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 ！ロザン昇竜派！超えろ！昇竜のごとく！ウィナー、お前にゴールドクロスをまとう資格はない。これぞ鍛錬の賜物。
誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老子？春麗は？無事なのですか？よかった。老子、ありがとうございました。ん？シリュウ、君、まさか目が見えるように？見える。いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老子に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ、急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。魚介球を支流に任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い、反逆者として命を落としたアイオロスの弟。レオのゴールドセインとアイオリアだった。沙織をアテナと認め、忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。沙織さんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜かなければ手遅れになる。沙織さんは、アテナは死ぬんだ。何？アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて、四死球を通らせてくれ、アイオリア。
残念だがそれはできん。言ったはずだ。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに。これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜ、アイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ファイト。くらえ。受けよ、獅子の牙を。なんでライトニングクラッシュ。冷酷な目は、なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。貴様。陣地優を兼ね備えた、まさしくセイントの鏡のようだったアイオリア。そのアイオリアが今はまるで悪鬼のようだ。ペガサス流星剣。俺には効かんぞ。ペガサス流星剣。くらえ。せいや、死の覚悟はできたか。実力もわきまえずゴールドセイントに挑戦してきた、その愚かさを思い知るがいい。後から来るシリウやシュンのためにせめて一死を。関係ない。そう教えてくれたのはあんただ。アイオリア、あの言葉がなければ俺はセイントにはならなかった。希望を持ちなければ奇跡を起こせる。そうあんたが教えてくれた。まだまだ。俺のコスモ。ハイトニングプラズマ。ペガサス流星剣。ウィナー、負けられない。アテナのためにも。ちょっと手加減しすぎたかな。
待て、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。せや、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは強行の元老魔王剣にやられて、洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけいカシオス、お前ごとき増票に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で一人死なん限り愛オリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると、悲しむ人がいるんでな。人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないっていうのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。せいや、手加減はせんぞ。はいっと。はい。
アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。たった一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。くそ、貴様、ペガサス、貴様がいくらコスモを高めたところで、俺を倒すことはできん。足を一つとも。アイオリア、勇敢なセイントというだけでなく、人間としての優しさを持っていた人を取り戻すためにも、この命ある限り、これは諦めない。セイヤ、アイオリア、正義の獅子よ。終わりだ、セイヤ。ウィナー、目が覚めたか、アイオリア。これが俺の実力だ。俺は一体よかった。完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス。今度は星になって。シャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ。アイオリア。カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女宮へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいるすべてのものは生き絶えるのだ。シュンがジェミニのセイントを倒したことにより、アナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球。ライブラのゴールドセイントである老子が守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは欧米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ、氷河。これ以上先に進むな。これは私の命令だ。
残念ながら従うわけにはいきません。ならば力をもってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか。マーマ。マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマー。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流している。お前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても、許せない。俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。ファイト。誰だ。たとえ誰であろうダイヤモンド、俺からまあまあ奪う権利はない。やっと決心がついたか、ヒョウ。オーロラサンダーアタック。カミュー。マーマを失った氷河の怒りを受けよう。氷河、それだ。ならぬ感情など捨ててしまえ。ダイヤモンド。マーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。マーマのことを忘れるなど。オーロラサンダーアタック。ヤブー。ダイヤモンド、ダスト！ダイヤモンド、ダスト！ダイヤモンド、ダスト！オーロラエクスキューション。オーロラサンダーアタック。ダイヤモンドダスト。それはお前の心の中、母への思いだ。私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真の戦意とが持つべき究極のコスモとは必ずかけ離れたものだ。それだけ。ダイヤモンド。もうこれ以上あなたに剣を振るうなどできない。ヒョウガ、その稚拙な考えを。オーロラサンダー。
りつく。ウィナー。まあまあ。勝負あったな。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。喰らえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。うわあ！今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか？ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後、完全に消えてしまった。まさか。氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で出ることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠に。さらばだ氷河よ。聖夜、紫龍、旬の3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント、乙女座バルゴの釈迦が守護する第六の宮処女宮へ乗り込んだ。だが釈迦の強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちが
あえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行くため、はいと、ウェロー。私にあだなすとは心得者め。命が惜しくばおとなしくひざまずき、大地に頭をすりつけ私を拝め。サカ、残念だが俺は真実は信じないよ。おいか、コスモが萎縮しているのが手に取るように分かる。どうすることもできない。まさに蛇に見ながら変えるとはこのことか。反逆者の国はもはやクロスなど不要だ。私が敗任してやろう。何度か手にされようとも俺は蘇ってみせる。サカ、お前こそフェニックスの炎で灰にしてくれるか。およく大将、言っただろ、死ぬ覚悟はできているのか。どうやら私は君を見かぶっていたよ。およく大将、これは私。およく剣将、はい、俺は俺、フェニックスの羽ばたきよ、オウム変な興奮。また私が一声するだけで今度は君の首が落ちるが、行くかね。天将ほとりと天図放輪。
ター一機を選べ。今から見せてやる6つの世界の一つを一番気に入ったところこそ、お前が死んでいく世界だ。帝王ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。これではアテナのセイントとして失格。シャカよ、お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けるわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつ、あえて仕えている悪の片割れか。どうした、答えられんのか。シャカ、私はどんな相手であろうと、悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇、正義だ。だから一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を、陸道輪廻を落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。な、何？天部降臨。シャカの、シャカの目が開いた。足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて、陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。シャカ、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュッ、どいていろ。シャカは俺が倒す。この一騎が、
バカな。一気のコスモは恐ろしく増大していく。神に近い男といえど、地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行ったね。ファイト。ウェロー、一気のロッカーが大きくしたはず。ゴールドセイントしか体得していないセブンセイントに目覚め始めたというのか。フェリックス諸君、煙幕聞こえているだろう。目では見えなくとも、このセブンセンスでお前の姿を捉えることができるぞ。暴力転生。そろそろ分かってきただろう、一騎。いくら君が歯を食いしばってみたところで、君たちが再び光の差す場所へ戻ることなど決してない。暴力暴力転生。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で耐えるものはこの俺自身の力だけよ。暴力転生。カーン。さあ一騎よ、今度こそ君に本当の死を与えてやるぞ。暴力オウム、ケンドラ降伏。お前の全神経をズタズタにしてやる。そうだ一騎、君の命も残りわず、今度こそ私の前にひざまず心へお詫び。そうすれば万に一つ救われるかもしれん。暴力転生。これだけかね。暴力転生。暴力帝王、ウィナー。俺は神仏は信じないたちで。これではアテナのセイントとして失格。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を多
倒すのは不可能だろう。さあ、シャカよ。俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン。聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。第7の級天秤級において聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死同士が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老師が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老師。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トーファー、シールドがそれぞれ一対ずつ。全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老師。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る白鳥よ。
やった！ヒョウガ！体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って。もう時間がないよ。ヒョウガは僕一人でも必ず助けるから。分かった。じゃあ俺たちは先へ行く。ヒョウガのことは頼んだぞ。シュン！僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に代えても必ず助けるからね。ヒョウガ。第八の球、電滑球へ突入した聖夜と紫龍。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリュウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この天滑球まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他に、まだ何人かいたはずだ。の氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を。凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さて、二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。
何？この結晶は。カリツォ、見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に免じて命だけは許してもいいぞ。はいと。この程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。スカーレットリーダル、セイヤたちの天活球を去るまでおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう、望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。スカーレットニードル、その程度か。ダイヤモンド、ダンソー、何かしたのか。くらえ、たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っている。取れよ、くらえ。できるかどうかなど最初から考えていない。いくら不可能と言われても俺のコスモでそれを可能に変えてみせる。ダイヤモンド、言ったはずだ。終わりだ、ダイヤモンド。俺の陶器によって倒れてもらう。あなたの欲張りにやられるまでおとなしく待つわけにはいかない。その程度か。ダイヤモンド、ダスト。スカーレットニードルは慈悲深い技だ。その程度か。スカーレットニードル、あなたです。選べ、どちらでもない。この氷河が目指すものは勝利のみ。ダイヤモンド、ダスト。取れよ、取れよ。その程度か。スカーレットニードル、アンサレス。ダイヤモンド、ダスト。ダイヤモンド、ダスト。カリツォ、隙だらけだな。あと数発で確実に死に至る。その様子では気は変わらんな。死に蘇らせてくれたこの命、簡単にくれてやるわけにはいかん。ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。
それよりも自分の体を見てみろ。バカな。これは。俺の体に。スカーレットニードルで、サソリ座の軌跡を。スカーレットニードルは相手の体にサソリ座の星を表す15のシンクの針を突き立てる技だ。そして最後のアンタレスを打ち込めば、その相手は確実に死ぬ。ならば、その前に。見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には、神の気持ちがわからんのか。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。神。そうだったのか。カミュに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ。生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって、今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも、熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと、同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせよう。ファイト。終わ
りで神ゆよ、命を落として戦うことこそが聖人として生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応える。氷河を真の聖人と認めたか。何かしたのか氷河よ。君にとって命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦い、君の命を全力で奪う。来い、見ろダイヤモンド。アテナのため、友のために氷河め、まだ戦い続けるというのか。スカーレットニードルを受け、五感も失われているというのに。どうや、あなたの言うとはかなり。ダイヤモンド、ダスト、ダイヤモンド。俺は逃げ出さない。この過酷な戦いが俺の呪われた運命を断ち切り、サンクチュアリに張り凝る悪を一掃するのならば、俺は戦い続ける。ダイヤモンドダスト、まず全力でとどめを刺してやる。バカな。どれだ。男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。増票がいくら集まってもセイントには無力。君が望んだ通り、正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に、急所である15の生命点を、ゴールドクロスをまとっていなければ、絶命していたのは俺の方だった。失っていながら、これ以上どこへ行こうとする。ヒョウガ、君は残された数分の命を、あくまでも全身のために使おうというのか。ブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ、本当のアテナなのか。だとしたら、俺たちは
1度目の新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか。この戦いの行方をな。聖夜たちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち陣馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾星霜の時を超えサンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。3人はアイオロスの死を悼みつつも陣馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの陣馬宮へ入っていった光は、このゴールドクロスだったんだ。サジタリアスのクロスが動いてる。まるで聖夜を狙っているかのようだ。どうやらアイオロスの残した言葉のようだな。氷河。よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。サジタリアスのゴールドクロスは聖夜を狙ったのではなく、壁に刻まれたこの遺書を見せようとしたようだな。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを、永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。
この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で、同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ、第10の級マカツ級へ突入した聖夜たち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。聖夜たちは一気に級を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついて、ヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが、恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前がマカツ級を守護する、カプリコーンのシュラ。他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。ふん、俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で。地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえて。この場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。お前もアイオロス同様、あの世に送り届けてやるわ。まさか、お前がアイオロスを。そうだ。恐れ多くも、アテナ殺害を試みたアイオロスに、天柱を加えたのはこのシュラだ。シュラよ、13年前アイオロスが命に変えて守った赤ん坊こそ、お前が忠を尽くしているアテナ、その人だったんだぞ。アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。見えすいた嘘をつくな。だがお前はアテナの姿を見たことがあるのか。それは黙れ、口の減らない奴め。二度と喋れんように首を落としてやる。
この紫龍のコスモ、すべてお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。ファイト。シュラ、一つ聞く。なぜ俺たちをマカツビルの中で襲ってこなかった？おお、俺の存在に気がついていた。マカツビルにある気高い跡がそうだ。お前ら虫けらどもを血で汚すわけにはいかんからな。何の？ロザン竜飛鳥。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドセイント12人の中でも最強の威力を持っている。ロザン昇竜派。そこはいかなるものも切り裂くエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー、聖が尽くしたセイント、アテナ自らの感覚系。ロザン昇竜派。アテナ、サンクチュアリに反逆を企てるお前たちを聖なる剣エクスカリバーで切り刻んでやろう。エクスカリバー、取り式の声で。サンクチュアリ、いや、アテナに対する反逆の罪を罪を持って償え。ドザン醤油派。ドラゴンのクロス、何もかもここまで切り裂くとは。どうした観念したか、紫龍。燃えろ昇竜のごとく。ロザン昇竜派。ロザン昇竜派。ウィナー、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。どうし、申し訳ありません。甘いぞ、そんな子供騙しの技が。ゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、ついでにクロスもすべて剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。うわ、最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。なんだこの絶体絶命の時に、この男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。
無視竜にはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。この死竜、老師の戒めを破ります。シュライ、今から俺は老師に禁じられた技を使う。たとえこの死竜の五体すべてが飛ばされたとしても、俺は一人では死なんぞ。5体すべてが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーの錆にしてくれる。ファイト。シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落とした。まだアイオロスは一体もいなかったの。アテナを守らねばならぬ一心で谷底から這い上がってきたに違いない。ロザン、あの時龍一将イグルシーズ、アテナその命にかけて守り切ったアイオロスこと真のセイントだったんだ。ロザン、先ほどから感じるあの小娘のこと。龍一将、まさか。いや、ありえん。ロザン昇竜派、アテナは教皇と共におられるのだ。こんなブロンズの言うことなど昇竜派信じてはならん。桁外れの攻撃、今まではまるで別人のようだ。まるで龍神が死竜の体に乗り移ったようだ。しかもそのコスモはこの修羅を圧倒し始めている。死竜の無意識のうちにセブンセンシズに目覚めているのか。何だ、ロザン昇竜派。アテナのために戦う。セイントなら分かりきったこと。これぞ鍛錬の賜物。さあ、約束通りお前も連れて行くぞ、シュラ。うおー、この技は。ロザン交流派。交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比の技。なんだと。ライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュラ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。
アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人、その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この紫龍一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ紫龍よ、愛おろすよ。紫龍、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか、なあ紫龍、紫龍よ。このコスモは紫龍、紫龍すべてのコスモを燃やし尽くし空に消えた紫龍、聖夜たちは友の死を乗り越え先へと進む。欧米球を守護するのは氷河の死ともいえる存在、そしてその優しさゆえ天秤球に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイント神湯だった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操る神湯、今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。聖夜、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここは神湯と俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない、たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。
とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てを持ってお前に応えよう。来い、ヒョウガ。白鳥よ、かかってくるがいい。ファイト。あなたから授かったものすべてをぶつけて。神ダスト、俺はあなたを倒す。なら私のすべてを持ってお前に応える。今度こそ確実に葬ってやろう。ダイヤモンド！天秤宮でもその身を持って教えたはず。お前の闘気では私は倒せない。真の闘気である絶対霊道を身につけていないお前に勝ち目はない。絶対霊道とは何だ？フリージング答えろ、ヒョウガ。絶対霊道とは物質の原子全てが運動を失う温度のこと。そうだ、破壊の根本は原子を砕くことにある。氷の闘技の本質はその原子の動きを止めることにある。絶対レードまでいらなくても神、あなたの位までは必ず闘技を高めてみせる。そしてあなたを倒す。コフィン。ダイヤモンドダスト。オーロラサンダーアタック。ダイヤモンドダスト。ヒョウガ、お前はどうあがいてこの私の位まで闘気を高めることはできん。フリージングコフィン。ダイヤモンドダスト。オーロラエクスキューション。ダイヤモンドダスト。ダイヤモンド。その程度か。前、発砲よ。ダイヤモンド。凍りつけ。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。まだクールに徹しきれんとは。ヒョウガよ、お前はあのまま氷の棺で眠っておくべきだったのだ。お前の闘気では私を倒すことなどできん。真の闘気というものをお前に教えてやる。
完全なる敗北を悟り、再びこの陶器によって死すべし。氷河、オーロラエクスキューション。せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやる。このフリージングコフィンをな。今夜こそ安らかに眠るのだ、氷河よ。何？まさか。うちから氷の棺を砕くとは。フリージングコフィンを砕くには零下273度以下の陶器を必要とする。それはつまり絶対零度。まさか氷河は無意識のうちに絶対零度。カミューよ、言ったはずだ。この氷河の陶器が絶対零度までいかなくても、あなたの位まで高めてみせると。そしてあなたを倒すと。あなたから授かったものすべてをぶつけ、カミール、あなたを倒す。私もすべてを持ってお前に応えてやる。ファイト。誰だ。見事だ。氷河。しかし、それでも私を倒すことはできん。ゴールドクロスは絶対零度でなければ凍結し、私がゴールドクロスをまとくのだ。大乱年で私を倒すことはできんのだ。カミュー、あなたは俺に教えてくれました。一度戦いが始まったのなら、男なら途中で説を曲げることなく最後まで自分の立場で戦い抜くの。絶対零度の翼を受けてみろ。ティグナス最大の剣、オーロラエクスキューション。クールに徹するのだとあなたは無言のうちに強烈に語りかけてくれていた。カミ、受けろ絶対零度の真髄を。ダイヤモンドダスト。絶対零度の陶器を身につけたというのか。出る。ダイヤモンドダスト。ウィナー、ありがとう我が士カミ。増票がいくら集まってもセイントには無力。
の男、私と互角に闘気を放ちながら、すでに意識を失っている。バカな、これはオーロラエクスキューション。無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮する。カミュ最大の技。一度や二度その身に受けたからといって、やすやすと真似ることなどできん。私とオーロラエクスキューションを打ち合うつもりか。ならば受けろ、氷河。オーロラエクスキューションの神髄を。こんな季節に一平の雪。せいや、今氷河のコスモが僕たちにさよならを。振り返るなよ、シュン。行こう、操御球はもう目の前だ。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技に、そして生死の境で絶対零度を身につけ、お前は死である。このカミユのコスモも遥かに超え、究極のコスモ、セブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前はこのカミユのすべてを受け継いだ。できればその力をお前の信じる道に使わせてやりたかった。お前をこの先も生かしてやりたい。だがもはやこの神湯にもどうすることもできぬようだ。許せ、氷河。神、あなたは命を懸けて、俺を絶対零度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。ありがとう、我が神湯。そしてさようなら。
12球最後の球、創魚球を目前にして、シュンは聖夜に自分を置いてまっすぐ教皇の間を目指すよう伝える。創魚球を預かるセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一と言われる。天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士、ウオザ・ピスケスのアフロディーテ。彼こそシュンをセイントに育てた恩師を倒した男だった。ちょっと通らせてもらうぜ。あばよ、ピスケスのゴールドセイント。聖夜の邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。アフロディーテ、どうしてあなたは僕の先生を。君の死はどうやらサンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、教皇の召集にさえ長い年月一度も応じなかった。よって教皇から勅命を受けた私が彼を成敗したわけさ。君はさっき仇を討つと言ったが、この程度の実力では犬死にするだけだぞ。何を。あなたが先生に詫びるまで僕は戦い続ける。先生、あなたを殺したピスケスのアフロディーテは。先生に教わった全てをぶつけて僕が倒します。今こそ僕の本当の力を見せてやる。さあ、君も死のもとへ行きたまえ。打つためにも僕は負けられない。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ファイト。ここだ。アニアンドアンドロメダ、一つ教えてやる。あの手が途中で生き返るバラの葬列に送られている。攻撃では。やるじゃないか。レギュラッこの先教皇のままではデモンローズという猛毒のバラで埋め尽くされて、ペガサスが襲っていて、遅すぎるぜ。すまんうちに。こうしちゃいられない。聖夜のところへ行かなければ。サンダーウェーブ。さあ、
アンカラの効果が取り越となり、エガタの後を追いたまえ。デモンローズはその花粉を吸っただけで土管を失い、苦しむことなく放水のうちに死ぬことができるのだ。おとなしく目を閉じていれば、これ以上死の恐怖を味わわずに来る者、なぜ立ち上がる、アンドロメダ。目をつぶって死ぬまでの闘争に浸るような弱虫じゃない。別れの間際、お兄さんにも約束したんだ。最後まで男らしく戦うから。やるじゃないか。やるじゃないか。ネビュラの渦に散れ。爆発しろ、ネビュラよ、ネビュラスコール。もっと近寄るな。ウィナー、誰も傷つけたくないの。本当の力を出してしまった。すでにロイヤルデモンローズを受けている者は、放っておいても間もなく死が訪れるのだから。どうやらその時までじっとしてはいられんようだ。よかろう、ならば即座に死をくれてやろう。受けろ、黒バラの恐怖を。ピラニアンローズ。終わりだ、アンドロメダ。ピラニアンローズに食い尽くされ、二つの鎖もクロスも失った君には、もはや何もできまい。本当は生身の剣は使いたくない。だけど僕の命もあと数分で終わるだろう。そしたら先生の仇は打てなくなる。今こそ受けろ、アフロディーテ。このアンドロメダ旬の真の力を。なんだこれは。私の周りの空気の流れが渦となってストリームを巻き起こしている。そう、このネビュラストリームは僕次第で限りなく激しくなる。そして最後にはとてつもないパワーに変化するのだ。アンドロメダが、こんな強大なコスモを秘めていたと。アフロディーテ、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だが
もしあなたが聖夜を助けてくれるなら。アテナのセイントとして心を改め、先生の霊に詫びてくれるなら、甘いぞアンドロメダ。この程度で私に勝ったつもりなのか。今か、本当の僕の力を見せてやる。この勝負、美しく制してみせよう。はいっと。ここだ。あなたは教皇が邪悪に加担していることを知らないのか。やるじゃん。教皇こそ幼き日のアテナを殺害しようとした。何口悪いか反逆者であることを知っている。私は過去の教皇の行いを知った上で忠誠を誓っているのだ。力すら正義なのだ。偉大な力を持った教皇こそサンクチュアリを治めるにふさわしい。幼き赤子のアテナに何ができたというのだ。遅すぎる。違う。そんな理屈はどこか間違っている。エビラ、弱い人間はどうだよ。力を持たぬ者は常に力のある者に従えというのか。その通りだ。教皇がいなければこそ大地の平和が今まで守られてきた。教皇がいなければ大地は今頃無数の邪悪によって支配されている。闘水の中で死を迎えさせてやろう。何、白払いを赤く染まれ。遅すぎる。ウィナー。兄さん、僕最後まで男らしく戦ったよ。本当の力を出してしまった。これだけの悪あがきをするとは。君にはもはやこの白バラ、ブラッディローズを撃つ以外あるまい。私の手から離れた瞬間に君の心臓に突き刺さる。何者であろうとかわすことはできない。そしてこの白バラが君の血をすべて吸い尽くし、シンクに変わったとき君は死ぬ。やめろ、やめるんだアフロディーテ。ストリームはコスモを高めれば無限に変化すると言ったはずだ。ストリームがストームに変わるのだ。そうすれば今度こそあなたは確実に死ぬ。やってみたまえ。私が死ぬのが先か、君がこの白バラに射抜かれ死ぬのが先か。受けろ、ブラッディーローズ。爆発しろ。
見事だ。アンドロメダ。だが、間もなく君もブラッディ・ローズにその命を奪い尽くされ、滅びる。兄さん、僕は約束通り最後まで男らしく戦ったよ。先生の仇も取った。これで少しでも平和に近づいたかな。代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするある者の姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ、慕われた教皇が邪悪の化身となったのか。ここに来れば何かわかると思ったんだが、これは教皇の死体。死後何年も経っている。ということは今の教皇はやはり。なんだこのコスモは。見たな、生きては返さぬ。セイント、なんてまがまがしいコスモだい。あんたみたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰れると思わぬことだ。ファイト。さっきまで確かに誰もいなかったの。一体どこから出てきたんだ。消える必要はない。そのロベに死にすぎてしまった。やるじゃないか。
受けてみな、流星群。おかしな手応えだね、こいつ。本当にここに存在しているのか。じゃあ、しぶとい女、流星群。さすがにゴールドフェイントの相手はきついね。でもここで負けるわけにはいかないんだよ。やるぞ。いかに試練のみとはいえ、なぜシルバーフェイント部隊が私たちと戦えるのか。ちょっとまずいかも。せいや、こんなとんでもない奴らを相手にしているのか。これが私の戦い方さ。お前が相手にしているな。はぁ、流星拳。おのれ、シルバーの存在です。もう勝ったつもりかい。よくかましてる。痛い目を見るよ。なんてことないんだ。あっ、みんな覚えときな、あらわしの爪の恐ろしさをね。せいやには見せられないね。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体はおそらくこうしちゃいられないよ。この命に代えても聖夜のところへ行かないと。瞬に創魚球を任せた聖夜は教皇の間を目指し、深紅のバラを敷き詰めた道を駆け上る。しかしそこにはアフロディーテの恐るべき罠が仕掛けられていた。花粉を吸い棘にかすっただけで五感を失い死に至る。デモンローズの猛毒にかかった聖夜はついに道半ばで倒れてしまうのだった。早く教皇の間に行かなければ。でも力が入らない。
や。いけない、これは相当デモンローズの好機を吸ったようだね。こうなったらこのマリンが引きずってでも、お前を教皇のままで連れて行ってやるよ。セイヤ、こんなところで死んでしまったらダメだ。誰かが助けてくれている。この感じはとても懐かしい。まるで俺の姉さんのような。気がついたのかい、セイヤ。その声はマリンさん。喋るんじゃないよ。教皇のままで敷き詰められたこのバラは猛毒を持っているんだ。お前は教皇の間に行き着くことだけを考えるんだ。マリーさん。お前を担いで行ってやるつもりが。どうやらそういうわけにはいかなくなったようだ。セイヤ、私のことは構わずに行きな。今ならまだ間に合う。一気に駆け抜けるんだ。さあ。女のマリンさんを踏み台にして俺だけ生き延びるなんてできっこないじゃないか。みんながマリンさんまでもが命がけで俺をここまで連れてきてくれた。なのにこんなバラくらいで参ってたまるか。燃えろ俺のコスモよ。ペガサス流星剣で吹き飛ばしてやる。デモンローズが吹き飛んだ。マリさん、もう教皇の間は目の前だ。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。さあ早く、時間はないんだ。ありがとう、シャイナさん。セイヤ、私にはまだお前に借りがある。お前がこの戦いに勝ち抜いて戻ってきたら、必ず返させてもらうからね。だから決して死ぬんじゃないよ。
キ、シリュウ、ヒョウガ、シュン、トモという大きすぎる犠牲を払いながら、セイヤはついに教皇の間にたどり着いた。